竹井俊樹は日本の編集者である。赤塚漫画のキャラクター、竹井記者として知られる。1941年、長野県岡谷市に生まれる。実家は諏訪で800年の歴史を持つ神社、長野県諏訪清志良高等学校を経て、早稲田大学第一文学部を卒業。大学での親友に、後の俳優、小林和也。 あとの漫画原作者山崎十三がいた。1966年小学館入社、第二編集部、少年サンデーに配属。赤塚藤士古谷光俊、石井勇、足立光流などの担当編集者として、数々のヒット作を手掛ける。その後、少女漫画部門に移動、茶を、別冊少女、コミック、プチコミックなどの編集長を歴任。 赤塚漫画の中では繰り返し、バカ、武井、みんなに憎まれていると罵倒されたり、暴虐下品の編集者で、原稿を待っている間に部屋中に唾を吐き、散らかしカッターでソファーを切り裂いたりする人物だったり、めちゃくちゃな描き方をされているが、逆に言えば、そこまで描いた原稿をやり取りし続けることができる、中であった。吉田秋夫など200人もの漫画家の編集を担当。 2002年、小学館を定年退職。2005年、初めての著書を赤塚をテーマに執筆、上司。これを原作とした映画作品、これでいいのだ。映画、赤塚不二夫が2011年4月に公開。ありがとうございます。